はい、ということで今回も始まりました、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。さあ先生、はい、本日の作業は何ですか。ちょっと待って、あのこれさ前回と全く一緒なんだよ、始まり方が全く一緒なんだよね。大丈夫、俺2回目だけどさ、全くちょっとひねりない立てた方がいい、テイク2いきますよ。はい、ということでどうも、田中慎太郎です。始まりました。さあ先生、本日は何の作業をしますか。はい、今日はね、みんなにねネームの書き方、紹介したいなと思います。ね、ネームっていうのはあの、あ、ま、漫画のあれですか。漫画の、そう、漫画書きに来たの。漫画家誰あ、どうも漫画家の前田と申します。はい、前田くんです。前田ちゃんです、今はね草案を練ってるんだけど、今日はその草を買ってやろうっていうなるほど、ありがたいですね、はい、ということでね、今日はあのペンをね鎌に持ち替えて手伝ってくれるみたいなんで、はい、あ、よろしくお願いします、楽しくやっていきましょう、はいはい、ということで、ね、あの今レギュラーが誰一人映ってないんですけどこんな感じで今回の動画始まります。はい、よろしくお願いします。お願いします。まだ草刈りしないと、え、これ物が置けないっていうことで、これ このあたり、オッケー、え、置けないですね。そんな日天気なの、雨降るの、そんな変わるんだね、天気いいの、これから、うん、え、横側ではここに重ねたけど、ここ一番の通線じゃん一番通りますね、長っ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 、うわ長っ、うわ、なにそれ、なんか発揮したね、ゴム爪割った、そんなの顔にも目には入って、いや痛そう、すごいじゃん。何これ、あ、コンビーフでチャーハンを作ってるんですけど、もう完成、いやちょっと味加減がね難しくて、鉄板はやっぱ、多分塩コショウ全然足りないから、パンツがカメラに、しんちゃんお手製のチャーハンです。ありがとうございます。あっちゃんはこれ、はい、好きだ、え、知らん、分かんない、あれ確かに似てるいただきます。確かに美味しい、上手に焼いたね。あ、よかったね、よかった、うまく焼いたうまパラパラ、わあ、雷、雷が光った、
投げたやつと取ったところ投げといて